本日のテーマは日本代表です、はい、9月23日にドイツで行われるアメリカ戦のメンバー30人が発表になりました、はい、まずは30人見ていきましょう。これで30人ですか。これで30人です。まあおさらいしていきましょう。まずゴールキーパーからやっていきましょうか。ゴールキーパーから誰が確定してるかしてないかでちょっと数えといて。まずゴールキーパーから、まあ権田はもう確定ですよね。川島も確定ですよね。で守備とか谷かっていうところがあると思いますけど、いや現段階では難しいんですけど、谷君なのかな。この3人はもうほぼ確定ですよね。でサイドバックも各ポジションにまず2人ずつやっていきましょう。じゃあ右サイドバックは酒井ですよね。でもう一人山根が最近出てましたよね。この2人で、やっていくと。で左サイドバックは長友と中山ですよね。センターバックまあ2人がいるっていうことで、4人選ばなきゃいけないと。まずマイヤー冨安はもう確定ですね。それに板倉、俺の中ではもうこれ連れていかないと森保何やってんだっていうことは谷口ですね。で、4-3-3 で、やっていくっていうんですけど、実は 4-5-1 っていうことですからね。まずそのダブルボランチのところに誰を連れていくかっていうことをまず確定してるのが遠藤、田中碧で、森田ですね。この3人はもう確定です。じゃあ代わりに誰を連れていくんだっていうことを考えると、ここにはもうやっぱ柴崎は入ると思いますね。それにもうこれも連れていかないとちょっと森保監督何やってんだっていうことになるんで、まあ鎌田も入ると思いますね。で、なぜこいつ選んでるのかよくわからないけど、まあ息子だから連れていくのが原口ですね。で、両ウィングですね。右のウィング、もう伊東純也様はもうやっぱ予選がすごすぎて、もう純也さんがいないとワールドカップもなかったと。もうこれは右で確定してると。で今後のことも考えて久保入れると思いますね。で左にまあこれを連れていかないと怒りますし、いくらなんでもこれを言っちゃいけないから YouTube でこれ日本の10番が切んないといけないみたいなことがあるんでね、これはやっぱりね南の方連れていかなきゃいけないと思うんですよね。左に南野と、もう逆にこれを連れていかないと俺が喧嘩しに行きます、森保さんに。これ三笘選手をやっぱ連れていかなきゃいけないですよね。17人に19人21人はもう確定してますよね。あとフォワード2人ですよね。今21人なんで、まあ、フォワード2人入れるんだったら、まあ古橋選手はやっぱ連れていくべきで、現段階俺だったらですよ、俺だったら綾瀬を連れていくと。で森保監督もねすごくまあ運も実力のうちって言うんですけど、本当に運がすごいこうあるんですよね森保監督は。このワールドカップの監督になり、あと4人追加で連れていけると、これはねすごく運がいいってことですよ。例えば選び方が失敗だって、なぜ失敗がこのワールドカップ前の発表の時間っていうのとワールドカップまでのこのプランっていうものが日にちによってこのプランから外れることがあるんですよね。例えば発表した時にすごく調子良かった選手がこのワールドカップがどんどん近づくことによってプレッシャーがかかり普段通りのパフォーマンス出せないっていう選手がものすごく多くなると、逆にまあこいつはもう、出ないかもしれないけど連れて行ってみようと思う選手が逆にこの発表してからワールドカップの開幕までにものすごい調子上がる選手がいるんですよね。これはね、自分の経験からしたら2010年のワールドカップに間違いなければ香川選手がバックアップメンバーだったと思うんですよね。キャンプとかいろいろやっていく上で香川ものすごい調子が良かったんですよね。で今回がそのあと4人追加できるんであればっていうので、もしかして香川が登録されていればあのワールドカップに出れたかもしれない、それぐらい調子が良かった選手だったんですよね。だからその3人が追加できるっていうのが、香川が2010年にいればもしかして香川さらにアップグレードされてたかもしれないですよね。ということは、フォワードは2人だと、僕の中では古橋と綾瀬をついてで、あと3人追加できるんですよね。この3人が俺が言ってない堂安選手はもう入ってると思うんですよね。これ監督もすごく考えてしまうと思いますけど、俺はね大迫を待つんじゃないかと、あんまりにも代わりがいなすぎると。で今一番不足してるのがやっぱフォワードですよね。これはね監督がもう各ポジションに2人がいると。で一番良くないところはやっぱフォワードですよね。ってことはこの3人を追加できるんだったら全部フォワードを入れるべきだと思うんですよね。大然がよく選ばれたりしてると思うんですけど、俺はね連れていくと思う。だから堂安、大然、それに僕やったらもう大迫は諦めるべきだと思うんですよ。これ幅もあってわけわかんない得点を取ってくれるのが、俺この湘南の町の分俺は悪くないと思うんですよね。だからこの3人を連れて行った方が日本にとってはいいことになるんじゃないかと。堂安は確定してるってことはあと2人になるんですよね。だから大然も確定しそうや。浅野どうしたの？浅野選手も現在、怪我で負傷中です。これも息子だよな。これも息子だよ。わけわかんねえけど。大然、堂安、浅野になると思いますね。浅野。俺だったら違いますけどね。もうほぼ確定してると思うんですよね。これでね、わけわからない、すごくなんて守りな選び方したら俺は、森保監督はどこが欠点してるか、どこが弱いか、どこが不足してるかってこの長年やってきて分かってると思うんですよね。だから不足してるところにボーンと入れると、不足してるところの人たちを競争させると、で一番調子いいやつを、ワールドカップで使うと、もう大胆なことにいかないと。特にフォワードの方ではこれはドイツ相手、スペイン相手には得点は奪えないんじゃないのかなと思いますね。